私谷本はですね、先日日本武道館で行われた新沼明空ちゃんの卒業公演についてお話ししていきたいと思うんですけども、はい、いやこの公演ではそうですね、今までこう結成当時からずっと一緒にいたメンバーですし、すごい仲良かったメンバーの新沼明空ちゃんの卒業公演ということで、本当にこう頑張っていかないといけないなって思った公演でして、はい、ゲネプロまでは本当に笑顔でこう終えれたんですよ。やっぱ公演になると今までの思い出がすごい溢れ出てきちゃって、本当に最後までどうなるんだろうと思いながら、私も頑張って涙もこらえながら頑張ってはいたんですけども、最後まで笑顔では終えることはできなかったんですけども、ちゃんとこの木空ちゃんに伝えたい言葉とかは頑張って振り絞って出せたので、はい、そこは良かったんじゃないかなと思いますし、こう新沼木空ちゃんが卒業するということで、次は私がこうリーダーに なったんですけども、今までこう椿ファクトリーですっていう自己紹介があるんですけど、その前にリーダーがせーの椿ファクトリーですっていうのをやるんですけども、今まで私は椿ファクトリーですしか言ってこなかった人だったので、こう木空ちゃんが卒業してせーのっていうようになって、あ、リーダーになったんだなっていう実感が湧きましたね。